フィルモアイストは、ニューヨーク市マンハッタン区、イーストビレッジの2番街と、東6丁目の交差点近くにあった、ビルグラファム所有のロック系のコンサート会場。1968年から1971年まで、存続し、当時のロック界における最も重要なコンサートの、いくつかが、この会場で行われた。フィルモアイストは、 グラハムがサンフランシスコに所有していた彼の本拠地、フィルモア・オーディトリアム、及び、その後継施設であった、フィルモア・ウエストと、同系列の施設であった。後にフィルモア・イーストに改装された劇場は、もともとこの辺りの2番街に、イディッシュ・ゴアシャ向けの演劇などを提供する劇場が、集まり、ユダヤ劇場街と称されていた頃、1926年に、 イリッシュ劇場として建設された。当時の名称はコモドア劇場であったが、その後、ローズ社の所有となって映画館に改装され、ローズコモドアとなった。さらに、その後、ビレッジ劇場となり、1967年からは、クリーム、ザフー、ドアーズなどのロックバンドが出演するようになった。グラハムが劇場を手に入れた時には、建物は、 修復が必要な状態に陥っていた。劇場入り口のひさしやファサードはとても狭い作りであるが、その奥の会場はおよそ2700人を収容できた。この場所を確保したことで、グラハムはすでに所有していたカリフォルニア州サンフランシスコのフィルモアとタイになる東海岸の拠点を手に入れた。1968年3月8日に開場したフィルモアイースとは、 たちまち、ザチャーチオブロックンロールと称されるようになり、3組が出演するショーが一晩に2回公演される形態で、毎週数夜の公演が打たれるようになった。グラハムは定期的に東西のフィルモアの出演者を入れ替えた。1971年始めまで、金曜日と土曜日に出演するバンドは2夜連続で、各晩8時と11時の2回出演するよう番組が、 組まれていた。フィルモアリストの主な出演者の中には、ジミ・ヘンドリックスもいた。ヘンドリックスのアルバム、バンド・オブ・ジップシーズは、1970年の元日に、ここで、ライブ録音された。ジョン・レノンは、フランク・ザッパとそのバンドである、マザーズ・オブ・インベンションと共に、1971年6月6日に、出演した。オールマン・ブラザーズ・バンドは何度も、 フィルモアイーストに出演しており、ビルグラハムの箱番と呼ばれた。1968年に出演したザフーは、ピート・タウンゼントがギターを壊さなかったライブをした、ところでも有名。1969年9月には、ジェファーソン・エアプレーンが6回、田島・ハールが8回、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングが4回の公演を行っていた。レッド・ツェッペリンは、 アイアンバタフライの前座として1969年初めに4回の公演をしている。1月31日の演奏を素人が撮影した映像がネット上のレッド・チェッペリンのサイトで公開されている。ジョシュア・ホワイトが率いたザ・ジョシュア・ライトショーは多くの公演において演奏するバンドの背景にリキッド・ライト賞の手法でサイケデリックな芸術的、照明効果を演出し、 重要な役割を果たした。1970年夏の以降は、ザ・ジョシュア・ライトショー出身のメンバーによって結成された、ジョーズ・ライツが、専属証明担当となり、1971年の平常までこの体制が続いたが、一部の証明業務は、マーク・エル・ルービンステインが率いた、ザ・ピッグ・ライトショーに委託されていた。1970年9月23日には、 PBS が放送用に公演を収録した。この時の出演者はザ、ザバーズ、エルヴィン・ビショップグループ、アルバート・キング、社、7、バン・モリソンで、照明は、ジョーズ・ライツであった。フィルムアイストは、音響が素晴らしかったために、数多くのライブアルバムがここで録音された。以下に巨礼する。 フィルモアイースト最後の週末におけるデュアン、オールマンフィルモアイーストがあったことを示す、標識音楽産業の変化とコンサート事業の急激な成長を受け、グラハムはフィルモアイーストを閉場することにした。最後のコンサートは、1971年6月27日に、招待客だけが入場する形で行われ、オールマンブラザーズバンド、ジェイガイルズバンド、アルバート・キング、 特別ゲストとされたエドガー・ウィンターズ・ホワイト・トラッシュ、マウンテン、ビーチ・ボーイズ、カントリー、ジョー・マクドナルドが登場した。このコンサートは、ホヌ・ FM によって生中継され、演奏セットの間は、アリソン・スティールや、スコット・マニラ、当時の流行を作り出していた、ディスクジョッキーたちが繋ぐ構成になっていた。オールマン・ブラザーズ・バンドのセットは、後にアルバム、イート、 1> AP 地のデラックスエディション、リマスター版の2枚目のディスクとしてリリースされた。1974年12月7日、バリー・スチュワートが、この施設を、うんふ劇場として再開し、バックマンターナ・オーバードライブのコンサートを行った。この施設は1975年の末まで、運営されたが、名称は、ビレッジ・イーストに変更された。これは、ビル・グラハム側から、 フィルモアの名称を使用することに意義が出されたためで、あると考えられている。1980年、この施設はザ、ザセイントという会員制のゲーナイトクラブとなった。2007年現在、かつての正面玄関ロビーは、エミグラント貯蓄銀行の支店となっているが、この部分以外の建物の内装は全て破壊されて、ハドソニーストという集合住宅に改装されており、 その玄関は東6丁目225番地に設けられている。ライブネーションは、アービングプラザを改装して再開するに際して、新たに、ザ・フィルモア・ニューヨーク・アット・アービングプラザと名称を、改めて、フィルモア・イーストの名称を復活させ、2007年4月11日に、イングランドのポップ歌手、ソングライターであるリリー・アレンがお年をした。しかし、 2010年5月にライブネーションは、この新しい名前が浸透せず、根強い要望もあるとして、施設の名称をアービングプラザに戻すと発表し、2010年6月23日から、名称は元に戻った。ありがとうございます。